この国をいいところに、もっと素晴らしいところに。翼の塔です、ありがとう。翼の塔です、頑張っていきます。翼の塔です、お見知りおきを。翼の皆さんこんにちは、今日も始まりました黒川敦彦のチャンネル翼、揃いました。はい、本日は、ロシア大使館から、3時間の、ボンダレンコ・アレクサンドルさん、よろしくお願いします。はい、と、一水会代表の木村光弘さんにお越しいただきまして、よろしくお願いします。3人で定談、させていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず今回木村さんのご紹介で、まあ、大使館の方が、まあ、わざわざこの翼の事務所に、来ていただきまして、インタビューに、お答えいただいているということなんですが、まあ、今回の趣旨としてですね、まず私、まあ、私黒川とか、まあ、木村さんも立場一緒なんですけれども、こう別にこうロシアに肩入れするためにお呼びしたということではなくて、客観的に、私たちはもうとにかく今回の、まあ、一連の軍事行動が、まあ、いち早く、停戦に向かってもらって、平和になってほしいという前提でですね、今なんだか、まあ、西側の報道ではもうロシアが悪というような、方向になっているわけですが、まあ、直接お話をお聞きしてですね、で私たちできたらウクライナ大使館とか、米国大使館とかにも、またいろいろインタビューの申し入れしてみたいと思っておりまして、まあ、断られるんじゃないかなとも思っていたりするんですが、今日はもう実際に、まあ、ロシア大使館の方にお話を聞いてみながらですね、あとはまあ皆さんにこう判断する一つの材料にこれがなればなと、本当にロシアの人だけが悪なのかということをですね、まあ知る一つのきっかけになればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまあ、ちょっといくつか、質問を、用意させていただいているんですけれども、まず一つですね、ドンバス地方で、ウクライナによる、親ロ派住人に対する虐殺があったと、まあ、そういうことが、まあ、一つの争点になっているわけですが、これに対して、まあ、当事国である、ロシア側からの、まあ、見方として、まあ、第三者に納得しやすい、ロシアとしては本当はこう思ってるんだよということをちょっとぜひ直接教えていただきたいなと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、はいはい、よろしくお願いします。まず最初に、まあ、その2014年から8年間にわたって、ウクライナ政府は国連安保理で可決されたミンスク合意を含む国際法を無視して、ドンバス地方において、まあ、虐殺、ジェノサイドを行っていました。国際人道法を禁止されている致死性兵器リサルウェポンを使い、病院を含む民間インフラさえも攻撃しました。国連のデータによると、まあ、その2014年の4月から2011年の12月まで約1万2800人が死亡しまして、その中で子どもを含む3000人が民間人でした。約3万人が傷つけられました。戦闘に合わせてウクライナ政府はドンバス地方に対して経済などの非人道的な封鎖が行われていた。ドンバス地方で住んでいた人々にとって水さえも、まあ、その提供されていませんでして、それは事実上としては、まあ、その本当に人道的な危機でした。さらに2014年の意見クーデターの後、ウクライナ政府はロシア語をはじめとする
文化、まあ、音楽、ラジオ番組とかマスコミを禁止されていて、まあ、特別な法整備を整えていた。まあ、ここで、まあ、その強調したいポイントがありますね。欧米諸国は今ウクライナが民主主義国家だと主張しています。でもマスコミなど禁止して、まあ、その政党反、例えば反ゼレンスキー政権の政党を禁止して、本当に民主主義なのか、それは明らかに、まあ、その表現の自由という民主主義の原則に反するということは、まあ、その明らかだと思います。もう一つの重要な点というのは、ウクライナ政府はドンバス住民に対してなぜそんなことをしたのかということですね。ご存知の通り、2014年に起きていた意見軍事クーデターによって、政権についたのはナチス過激派の勢力でした。この勢力はずっと前からロシアと決別し、ロシアの全体的にまるでキャンセルしようとしました。しかしドンバス地方に住んでいた人々はこのようなそのことに反対しました。クーデターの結果を認めていませんでして、でもこの人たちの意見に耳を傾け、断りにウクライナ政府はドンバス地方で、まあ、その討伐作戦を始めました。言うまでもないことですが、民主主義国家は自分の国民に対してそういうぐらいの行動を、まあ、行うことはできないではないかと思っています。以上を踏まえて、ドンバス住民をウクライナ政府によるジェノサイドから救うために、プーチン大統領は2月24日に特別軍事作戦を、まあ、開始する命令を出しました。そういう、まあ、ロシア側の論理を、まあ、その一言で説明したかったわけです。まあ、実際2014年からドンバス地域で、ロシアに話す手話の方々に対してアゾフ大隊というグループが結構その、虐殺また迫害、を行ってたのは国際アムネスティが2015年にもちゃんと認めて、ウクライナ政権に注意勧告してます。で、日本 のアムネスティのホームページでは日本語では載ってるんですけど、英語では載ってるんですけど日本語では載ってないんですね。それがで2016年には、国連人権高等弁務室も、迫害また人を殺害する行為がやりすぎであるということで言ってますね。これは事実ですから。でそれを全然なんて言いますか、ちゃんと評価しなくて、ミンスク合意もいろいろ話し合いでもう双方が重火器を使わないで平和にやっていこうということなんかを壊してきたのがね、実は虐殺やって迫害やってその地域をこの混乱に貶めて、そして平和協定を壊してきたのは、まあ後で言いますけどウクライナ側なんですよ。新しい事実を私後で言いますから。まあ、この1万何千人ドンバス地方で、まあ、ウクライナ政府の攻撃によって10人が死んだっていうのは、
まあ、私もいろんなところで聞いてますし、まあ、おそらく私も本当なんじゃないかなと思うんですが、まあ、これに対してただ西側メディアは、まあ、全くそんなことはないと、まあ、今言っているわけですよね。あのこの一気にですね、何十人、何百人、何千人が殺されるというようなもんではないですよ。恒常的にこういうふうに、まあ、300人ずつとかね、8年間の間にやられてるわけです。いや、まあでも1万2000人という数字は相当な数字ですし、いや、ちょうどこの前私動画で出したんですけど、今回のロシアの軍事行動によってウクライナの民間人の死者は3500人ぐらいだって、まあ、今国連が5月2日に出したで、まあ、でただそれよりも数千人ぐらい上回るかもしれないっていう話はまあ出ていて、もちろんそれに関して人が死んでるわけですから、それは喜ばしいことではないと思うんですが、じゃあイラク戦争で死んだ人数って、まあ、50万人とかあれ100万人っていうじゃないですか、まあ、確かにそう思うと、まあ、あんまりここで僕がすみません、ロシア用語ばっかりしてると逆になんかお前どう僕が言ってることをまた聞きづらい状況になってもなと思うんですが、ただこれは事実としてそんなにロシア軍が民間人を狙って殺している数字ではないですよね、うん、そうです。それはね、それ国連が言ってる数字ですから。そうです。ただまあ騒いでないだけで、うん、テレビではもうめちゃくちゃに民間人を殺してるという報道になってるわけですよね。もちろんその中で、まあ、その民間人だけではなくて、まあ、その兵士、軍人も、ね、そうです、もちろん入っていたんですが、まあ、指摘したいというのは、この8年間にわたってドンバスで本当に人道的な危機がありましたということですね。残念ながら、まあ、その欧米諸国のメディアはあまりそういうぐらいの、まあ、その事実上を、まあ、無視していたんです。全然記事か、まあ、そのテレビ番組は全然ありませんでした、それについて。まあ、どう見ても意図的に触れてないですよね。その大きな争点なんだから、いや本当にそれが嘘なんであれば嘘だということをもうちょっとちゃんと、いやドンバス地方の情報とか全く出てこないですもんね、マスメディアで。全く出ていませんでした。全く出てこないですよね、本当に。今も出てないですよね。なんか軍事作戦でなんか、まあ、ミサイルで人が死んだとか、なんか壊れたっていうのはあるけれども、何があったっていう分析は全く報道されてない。ドンバス声は全然聞こえなかったんですね、この8年間にわたって。それ本当にドンバスに住んでいた人たちの、まあ、について、まあ、欧米諸国で詳しい人はあまりいませんでしたんですね。この、まあ、本当に苦しい生活をした人について誰も何も分かりませんでした。ただやっぱりそのロシアの側の主張を認めたくないと、そういう事実があって多くの方が亡くなっているのでも、それはロシア側が言っているプロパガンダであってというふうに遮ってしまっているんですよ、もう。だから事実を検証する、まあそうですね、だけどアムネスティも国連もちゃんと検証しているんですから。だからそれは西側のメディアが意図的にそれを落としているわけですね。でそれの背景は、今の背景は非常にもう分かったんですよね。2019年からもう今のゼレンスキー大統領の顧問のアレクセイがはっきりもう3年前に、戦争を仕掛けるということをはっきり言ってるわけですよ。そのテレビがもうビデオがあるわけですよ。そうですね、これは事実。まあね、ジョージ・ソロスもずっと金使ってきてね。結局その顧問の名前は、うん、アリストビッチさんです。そう、アリストビッチで、我々は NATO に入りたいと、入るためにはもうこういうふうにやって、ロシアを戦争に巻き込んで誘い込んで、そして、やっていくことにしか NATO に入れないということを言ってるわけですよ。そうです。で一番困ってるのはね、ウクライナの一般の人ですよ。いや本当そうです、ね、本当そうなんですよ、そこですよ。出国できないんですから。そうで、外出禁止、全員死ね、戦って死ねっていうことでしょ。そうだから本当にこんなね、それで放送メディアで、ね、今ボンダレンコさんおっしゃったんですけど、全部ね
3つ禁止して、でチャンネルは他で自由にニュースを流せない、一つのところから流してるんですよ、戦争法体制にしちゃってるから。あともし例えばウクライナ人はロシアマスメディアを、まあ、その例えばテレグラムチャンネルを読むと、まあ、その逮捕権もありましたんですね。それで、まあ、本当に、まあ、その、まあ、ゼレンスキー反対側の立場を全然わからないわけです。それは、まあ、大きな人道的な、まあ、問題だと思います。まあ、もちろん一般的に言うとそのプーチン氏もそれなりにはこう強硬的に、まあ、やってる方だとはやっぱ思いますけれども、まあそれはいろんなお立場もねあろうかとは思いますから、まあ、だけど私は客観的に見たら非常に何て言うんですか、手順を踏んで丁寧に平和的に解決しようとそういう試みがいっぱいありましたよ。それはだからそれは強行、まあ、いきなり攻めたわけではないですからね。まあ、ですがロシア側は、まあ、その平和的な解決ための、まあ、余裕があるということは、まあ、そのもう何回も見せたことがあります。それで、まあ、そのもちろんモスクワも、まあ、その平和的な解決を狙っているということは間違いないです。じゃあちょっと2番目の質問に行きましょうか。もういくらでも話があるあれですので、じゃあ、まあ、2つ目の質問なんですけれども、オレンジ革命とか、ウクライナ騒乱とか、まあ、それを先導したのは私たちはアメリカだというふうに理解しているんですが、それらの経緯を踏まえて、ロシアのウクライナへの特別軍事作戦が、自衛であるというふうに、考えられる、まあ、根拠について、ちょっとぜひ見解を聞かせていただきたいです。それで、はい、まあ、ちょっと説明してみたいんですね。そのロシアの行動は本当に自衛であるということを、まあそのまあ、一言で説明したい。まず最初に、まあ、その冷戦後のヨーロッパ歴史、まあ、を振り返られなければならないんだと思います。1997年、すみません、ロシアと NATO の基本議定書が署名されていたんですね。この議定書にはロシアと NATO のお互いを敵視しないという原則が入っていたんです。そして自分の安全保障を相手の安全保障を脅かす形で強化しないという原則が盛り込まれていたんです。それは、まあ、その対等かつ不可分の安全保障ということです。この原則の下でロシアと NATO の関係を構築ようにしました。2014年ウクライナでクーデターが起きて、政権についてのは反ロシア過激派の勢力でした。前も言いましたが、まあ、そのドンバス地方で住んでいた人たちはクーデターの結果を認めていませんでした。自分の、まあ、その価値観を従って生きるために国民投票が行われていたんですね。でもウクライナ政府は自国民の重要な意思を制圧するためにドンバス地方で討伐作戦を開始しました。戦争が始まその開始してその戦争が始まりました。2015年2月ミンスク合意が締結され戦争の激しさが延和されました。この合意によってはただドンバス地方がウクライナ一部でありながら特別な、まあ、ステータスを獲得することだけ認められました。しかもこの8年間にわたってウクライナの前 の、まあ、そのポロシェンコ大統領とそして、まあ、その現職のゼレンスキー大統領ミンスク合意を履行しないと、まあ、何回も発言しましたんです。何回も発表しました。
ドンバス地方に対して軍事力を行使して続けました。国連安保理で、まあ、そのミンスク合意が支持した欧米諸国はこの合意を履行しよう、ウクライナ政府を呼びかけなかっただけではなくて、ウクライナ政府がドンバス代表者と直接な交渉を行うことを無視していたんです。そしてこうした欧米政策の結果は、まあ、その目の前です。ロシアにはドネツク人民共和国、ロガンスク人民共和国を承認して、その国民を守るしかのブリアントは全然ありませんでした。もちろん我々はこのような状況を単に見たわけではありません。ロシア側は何回も欧米諸国に対して法的な拘束力のある文書を締結することを提案しましたが、この文書は、まあ、その NATO 拡大なしにウクライナを含むヨーロッパにおける全ての国々の安全確保するための理念を決めるものでしたんですね。しかし欧米諸国はこれを、まあそのまあ、このバリアントを、まあ、その断りました。なぜかというと、ロシアは NATO 加盟国ではないからという、まあ、説明で、このような条約を締結することは不可能という返事がロシア側がもらいました。米国と NATO は、まあ、その評判が非常にネガティブ的なんです。なぜかというと、米国と NATO は民主主義を守る、民主主義をプロモーションする名目で、あらゆる国々への、まあ、その軍事侵略をしたり、その国々を、まあ、破壊したり、一般市民を殺したりしました。最近は米国は国連安保理の許可を得ずに、まあ、相手国々に対して軍事力をよく使っていたんですね。まあその、例はいっぱいあるだと思いますね。その中で旧ヨーゴスラビアとかイラク、シリアとか、まあ、そのリビア、まあ、米国の軍事作戦の結果は非常に崩壊的です。全世界に対して国際テロをはじめ新たに脅威が生み出されているのではないかと思っています。さらに我々が、まあ、その考慮しなければならないのは、米国と NATO は信頼できるパートナーではありません。米国は普通自分だけの利益を優先して、どの国々を含め相手国の権益を無視します。相手国に対して長い実用的なアプローチを示しています。例えば、まあ、その非常に典型的な例としては、米国がアフガニスタンから、まあ、撤退していた時に、まあ、本当に実用的なアプローチを示しました。2001年から20年間にわたって米国やその同盟国による軍事作戦がアフガニスタンの安定のために何も貢献せず、むしろ麻薬の流通の倍増につながっていたものです。もう一つの点があります。米国は何かさて、今段階のロシアの対米対 NATO の不信感
根拠はご理解いただけるようになってと思います。それはロシアだけではなくて、どの国でも米国と NATO のような無責任軍作戦興味ある相手と何の関わりもしたくないと思います。こうした背景で、そしてその米国をはじめ NATO のアグレシブの対ロシア作戦を鑑み、ロシアは国連憲章の第51条7項で決められた自衛権の下でドンバス地方、そしてロシアを守るために特別軍事作戦を始まりました。まあ、ざっとね、こういう流れをね、まあ、長いけどちょっとね、ちょっとすみません、ちょっと長かったんですね。大丈夫、やっぱり当事者のコメントですから、そうですね、はい、大事な、はい、まあ、だからそういうような今のNATO のね、約束破りの東方拡大政策もあるし、さらにはそれに対して、自衛の行動で国連憲章に従い、51条に従いやっていったということですね。まあ、これ今おっしゃったことは私もそういう認識でおります、うん、まあ、でもなかなか難しいのが、最近本当の大国同士の戦争っていうのがなかったから、もう戦争が悪だというやっぱり論調じゃないですか。もちろん褒められたことじゃないんですけれども、まあここまで来るとそれはしょうがない面もやっぱりあるというのが、別に戦争が世の中になくなったわけではないし、残念ながらアメリカがやってきたことは NATO を拡大してどんどんミサイルをロシアの隣にまで、まあ、バンバン置いてきたわけじゃないですか。まあそれはやっぱり挑発行為を超えて、やはり国家存亡の危機を感じさせるレベルの行動だと思いますね。もちろんロシア人は戦争が好きという意味全然ないんですね。実は先ほど説明した通りです。ね、まあ、そのロシア側があまり選択はありませんでしたという意味です。どうでしょうか、この今のコメントを聞かれて皆さん。まあ、多分うちのチャンネル見てる人は、まあ、ある程度分かってる人が多いんですけど、まあ、周辺にも広がっていきますし、多分私とこうロシア大使館の方が並んでると、まあ、批判的な人も出てきてくれるとは思うので、いやそれも含めて今日言ってることが本当に荒唐無稽なロシアの一方的なプロパガンダなのかっていうことをやっぱみんなで考えてもらいたいなと思うんですね。もうそういうこういう声が今日本でね、マスメディアに乗らないですよ。絶対乗らないですよ、ね、事実は。だから結構もうユーゴスラビアの時もそうですし、イラクの時もそうだけど、アメリカのプロパガンダがね、戦争広告代理店じゃないけど出てきて消しちゃうわけですよ、真実。僕なんかあちこち行ってみたから、あ、これ違うんだっていうのは分かりましたけどね。今初めてこの翼の塔のね、このチャンネルでロシア大使館のね、3時間ですからね、もう偉い方が来て今当事者の声を喋ってるというのは非常に貴重だと思いますね。はい、この機会を得まして、まあ、とんでもないです。いや、できればやっぱりまず話し合うというか、人間なんでこうね、交流することが大事で、別にこうアメリカとも、まあ、うちも同盟国ですし、別にアメリカと敵対する必要は日本もないし、翼の党は対米自立と、まあ、そこは木村さんとずっと一緒にやってきて、我々は日本人として自立した国家とその外交 をやりたいのであって、で特定の国に巻き込まれてどっかの戦争になんかずるずる引き込まれていくような、まあ、そんなことは絶対やるべきではないですし、まあちょっとこれは多少口が滑りますけれども、戦争が好きなのはどう見てもアメリカ
ですから、もうこれはあのこれはどう見てもそうですから、好きだというよりも軍事産業、軍産仕事ですから、仕事ですからね、そういう、まあ、軍事産業で結構活性化しているわけですね。で、僕が言いたいのは、翼の塔でここに呼んでいただいて、お話をまた大使館の方からしていただいて、情報をね、実は当時はこうだっていうんで、今までの一方的な声だけを聞いたんじゃなくて、やっぱり一つの目だけで見るんではない、一つの耳で聞くんじゃない、いろんな声を聞いて、複眼的に、複合的に見ていって、国の政策を判断しないと。何でもかんでももうアメリカ忖度、アメリカ追随、アメリカに言ってることは正しいっていうふうにですね、政策がどんどん偏って決まっていってしまうんですよ。で、これからますます防衛費をね、日本が相当の額で上げていかなきゃいけないっていうんだけど、その内訳なんか見たりしていかなきゃいけないし、それはどうなのかっていうこともね、こういうことをベースにして考えることが国家の経輪に資していくもんだと思うんですよ。わかんないで、そうだそうだって言ってね、ああ、危ない危ないなって言ってるだけだとですね、もう何でも自民党さんのですね、言いたいように、アメリカさんの言いたいようにやられていってしまうよということなんです。はい、あの、私も何にも考えない軍事費増強っていうのはやっぱ反対なんですよ。あの、それはもういろんな隣国含めて、なんか害、基本的にはやはり軍拡っていうのは害が大きいですから、ただもちろんその日本が自主防衛していくためにしっかりと考えてやらなければならないっていうのはそうなんですけど、この流れの中でアメリカのネオコンにケツ叩かれて軍事費増強っていうのがもう平たい話、今の状況じゃないですか。だからわけのわかんない核のね、ニューシェアリングとかね、クリアシェアリングとかね、共有論みたいなの出てたでしょ。で、昨日あのロシアのイギリスの大使ははっきり言ってますよ。ロシアは今回この行動の中で、戦術核は使いませんとはっきり言ってますよ。それはね、だそういうことをちゃんと声をね、聞いてみとかないと、なんか相手は核保有国だからこっちもやんなきゃいけないとかね、危ない状況になっていってしまうんですね。まあ、私ばっかり話してるとあれですから、はい、問題連邦さんの話をね、はい、じゃあ次あの3問目のですね、はい、あの今回のドンバス地方への、軍事行動という枠を超えて、まあ、ロシアは、一応私の認識ではキエフ陥落を目指したというふうに理解してる、うん、あ、じゃあそれはあの不勉強でございました。あの国際社会が、まあ、ロシアの非難を大きくすることになったというのは、まあ、百歩譲ってドンバス地方の中だけの軍事行動であれば、まあ、割に理解されやすい面もあったかと思うんですが、まあ、ちょっとその私の不勉強だったキエフ陥落を目指したっていうのが、まあ、西側のプロパガンダだということとか、国際社会が納得しやすいさっき言った自衛という中身についてぜひ。まあ、強調したいというのは、まあ、そのロシアが、まあ、そのキーフを陥落を目指していませんでした。ウクライナの領土を、まあまあ、根領など我々は目指していません。占領すみません、はい、占領、ウクライナ領土の占領など我々目指していません。ロシアが行われている特別軍事作戦の目的はドンバス地方の住民を守る、そしてウクライナの非ナチ化、非軍事化、さらにウクライナの中立的なステータスを確保ということです。こうして我々はロシアもロシアも守る、うちの、まあ、その国を守るということです。最後に言いたいのは、まあ、その外交戦力についてです。ロシアはウクライナ側と対話を用意がありますね。その用意は、まあ、その証しはベラルーシとトルコで行われた会談です。しかし具体的な合意を達成するために、まあ、丈夫な基盤が必要です。
特にウクライナ側の建設的な立場が必要。我々はそれをまだ見えていません。3月にトルコで行われた会談 の、まあ、その代表への突破があったような気がありまして、ウクライナ側は初めて、まあ、書面でいくつかの提案しまして、いくつかの点を提案しまして、我々は、まあ、それを検討し始めましたが、その後数日も経っていませんでして、ウクライナ側が全ての提案を取り消しました。ウクライナはなぜそうしたのか。実は欧米諸国は、まあ、そのこのようなウクライナ提案を許可しなかったという意味だと思います。欧米諸国は目指しているのが、まあ、そのロシアを孤立させ、できるだけ大きなダメージを与えるので、欧米はロシアとウクライナの交渉を一切承認できません。とにかくロシアは対話に余裕があります。過去もその交渉を行うように欧米諸国に呼びかけました。今の段階でウクライナの政府がロシア側 の、まあ、その要請に応じ受け入れることは期待したいと思います。そういうことです。はい、ありがとうございます。すいません、私が不勉強でございました。キエフ陥落を目指してないと、これポイントですね。目指していませんでした。それは分かりました。でドンバスを越えて、まあ、一応軍事行動を、まあ、してるじゃんわけじゃないですか。そうですね、それは事実ですよね。そうです、そうです。ですから先ほどのうちの目的 を指摘しましたんですね。これはまず最初に非ナチ化と非軍事化という意味です。それはドンバス地方を越えて、まあ、攻撃した部分は何らかの軍事的施設とか、そうです、まあ、生物科学研究所の事案もありましたし、ロシアから思う危険な施設をピンポイントで攻撃したということですね。はい、それはまあ分かります。まあそうですね。ちょっと私もそのすいません、キエフ陥落ということに関しては、理解を誤っておりました。そこはでも本当ちゃんとひっくり返した方がいいですね。日本人みんなキエフ陥落させようとしたと、ほとんど思ってると思うんで、ただこれは分かりやすいポイントだと思う。明らかに嘘じゃないですか。そんなもん西側メディアの情報能力とかを元にすれば分かるはずなのに、それをあえてキエフ陥落を狙った悪魔だっていう報道をやっぱりした、まあ今もし続けてるわけじゃないですか。そういうぐらいの大きな都市は陥落することは大変難しいだと思いますね。それはどの国でもできないだと思います。大体キエフを陥落して占領を目的とすれば十数万の軍隊とかですね、そのぐらいじゃ全然できませんよ最初から。そうですね、50万70万ぐらいいないとね、もっと100万ぐらいいなきゃダメなんでしょう。ということも人数から見ても兵力から見ても陥落とかね、それでキエフの人口は密度が高いですから、一般の人の犠牲者がねかなり出ますから、そういうことは慎重にしてロシアはやってませんでしたね。ただその軍事施設だとかそういうところを戦わないと結局非ナチ化にならない、非軍事化にならないということだったと思いますね。今、まあ、ドンバス地域を越えて、まあ、侵攻しているエリアがあるじゃないですか。大体今はドンバス地方を越えて いなくて、行って戻ってるだけであって、そう、あとドンバスとあともう一つのヘルソン州と、まあ、そのに、まあ、その軍事作戦が行われています。まあ、西側の報道上はこんなに占領した悪いロシアっていう絵が、まあ、今も
あのずっと日本ではまあというか世界中でおそらく西側メディアでは流れ続けてるじゃないですか。それは、事実ではなくて、もちろん、出て行って叩いたエリアはあるけれども、 そうです、そこを占領しているわけではないということですよね。ないです、ないです。これが事実ですよね。事実です、はい、もちろん大事なポイントですね。まあ、まあ、実は先ほど言った通りですね、まあ、その住民を守るためにこの作戦を行います。それでもちろん、まあ、住んでいる人たちは自分の将来を決めることはできるですが、どのような将来を選ぶことは、まあ、全然わからないんですね。これはあくまでも、まあ、その住民の、まあ、その選択です。でも今のは分かりやすいポイントですし、すっきりしましたし、多分それを覆す情報を西側は出せないはずです ね。まあ、おそらく事実だと思います、はい、ちょっとぜひあの根本幹事長ももし、はい、まあ、結局そのこの戦争のきっかけというかっていうのはやっぱりこのアメリカが、まあ、アメリカ VS ロシアみたいな感じの構図になってると思ってるんですけど、結局その、まあ、アメリカがそのウクライナをそそのかしてロシアに喧嘩を売らせて、まあ、ロシアが仕方なく、まあ、応じてしまったみたいな、そういうイメージで、だから結局アメリカがウクライナに武器を売ったりとかして儲けたいから始まったっていう認識で合ってるんですかね。そうです。あ、そうです。なもう8年間にわたって武器を、まあ、その提出しました、それは全く明らかでしたですので、うん、まあ、そのあと先ほど木村先生は言った通りです、ね、まあ、そのゼレンスキー大統領の顧問は、まあ、その間違いなく近い将来にロシアとの戦争が、まあ、その予想できるという発言がありましたんですので、まあ、そのキーフは、まあ、その戦争ための準備していることは全く明らかでしたんです。まあ、あのやっぱり2004年のオレンジ革命ぐらいから、え、2004年でした、2004年ですよね。そうです、そうです。多分まあそのぐらいからもうある程度の方向を決めてやってきたんですよね。2004年というかもっと前ですね。ああ、まあ、ソ連崩壊後ぐらいから、そうそうそう、あ、崩壊前ですね。ブレジンスキーという人がね、言ってますね、ドクトリンでね、要するにロシアを3つに解体するんだと。CFR、うん、そうです、そうです。そういうぐらいの発言も、まあ、まあでもそれはアメリカの戦略でしたからね。うん、ではっきり言ってるのは99年にオルブライトが言いました。そうです。あとなんかドイツとかポーランドも関わってるみたいな、そういう記述があったと思うんですけど、それ生物科学研究所のやつ、ね、生物科学研究所のやつですかね。はい、いや、あれでもドイツ大使館とかは全く嘘だっていう、ドイツ大使館が出してるんですけど、まあ、ちょっと今日はこの話やりだすと長いんで、あの一回この話で削除したんですけど、もし答えられることがあれば、あの生物科学研究所のことに対してロシア大使館が情報提供した後に、その中身をそのドイツ大使館とポーランド大使館だっけ、どこだっけ、あ、そうです、ポーランドです、が完全にフェイクだって大使館が出してると思うんですけど、まあ、実はロシア国防省は、まあ、その、まあ、ウクライナに、まあ、本当にそういうぐらいのプログラムがウクライナで行われていたエビデンスを見つけましたんですので、まあ、そのもちろんちょっとこういうぐらいの話は、まあ、もうちょっと時間かかるんですので、はい、ですが、まあ、もしもうご関心がありましたら、まあ、その必要な、まあ、文章とか、まあ、その、まあ、提供することはできます、はい、あのちょっとできれば、まあ、今回1回で終わらず、もしよろしければこの経緯を、うん、あの多分、まあ、残念ながら停戦に至ってもきっとまた何らかの火種がこう火の粉が飛び散ってみたいになり続けると思うので、うん、やっぱこの状況をやっぱちゃんと理解する人を増やして、とにかくその戦争を起こそうとしている人たちのやっぱ口車とかその方策に乗らないようにしないと、本当にこれが第三次世界大戦とかにやっぱそのなりうる可能性があると思ってますので、あのぜひまた2回目3回目とか、はい、あのインタビューを応じていただけたらと思います、はいはい、よろしくお願いします。じゃあもうだいぶと長くなりました、一旦
今回のインタビューは、まあ、これで終了ということにさせていただきたいと思います。で、一応、まあ、冒頭に言いましたように、あのロシアだけを一方的に持ち上げようと思って、これをやっているのではないということを、あの改めてお伝えしたいと思いますし、まあ、多分断られると思いますけど、米国大使館とかウクライナ大使館とかにも、まあ、一応この話を持った上でどう思うかっていうのはやっぱ当ててみたいと思いますし、できればあのそういう人たちとも交流を、あの私たちとしても持ちたいと思っております。で、どうしても既存の政党とか政治関係者の人たちはもう完全に日本の場合アメリカの、あの言いなりになってしまっているので、まあ、我々のような、まあ、ちょっとこの浮遊分子みたいな人たちとかおかしいなと思っている人は世の中にいるので、やっぱりそういう人たちの中で正しい理解とか、あの実際どうなんだというのをあの継続的に、議論していきたいと思いますので、本日は、ボンダレン・アレクサンドルさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。木村さんも、あ、最後に入ってきていただいて、すいません。あ、そこ、そのままでいい。あの、はい。木村さんもありがとうございました。それでは、今日もありがとうございました。はい、最後の掛け言葉がですね、はい、何だってできるのさ、ピープルパワーでって、これもう一回これです。はい、これです。あ、はい、なんで、ボンダレンコさん、これです。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。